ディアドラ、エス・ラメント、ドローイング・バイ・ JH ベーコン、C1905。ディアドラは、アイルランド神話のアルスター伝説群に登場する、悲劇のヒロイン。ディアドラは、フェリミ・マックディルの娘として生まれ、ドルイドのカスバドにより、素晴らしい美女になるが、王と教が彼女のために、争い命を落とすことになるだろうと予言され、災いと悲しみを招く者。 危険という意味を持つデアドラと名付けられる。その予言を聞き、居合わせた戦士たちは、デアドラを殺すことを提案するが、アルスター王のコノール・マック・ネッサが彼女を助け、自らが育てて、後に妻にすることを申し出て引き取ることになった。デアドラは、コノール・マック・ネッサの下で、砦に隔離されて成長する。年頃になった、デアドラは、牛の派族のの意志と恋に落ち、彼の兄弟と共に、 スコットランドへと逃げ出す。しかし、ノイシュと彼の兄弟は、このオル王の策略により、ファーアンマグのオイーガンマクダルハクトに殺され、この間の戦いにより多くのアルスターの戦士が命を落とした。デアドラは、このオル王の元に戻されるが、うつうつとして楽しまず、日々を過ごした。一年ほど経った時に、このオル王に嫌いなものを尋ねられた、デアドラは、 愛するのを一瞬に死をもたらした、このオルオーとイーガンと答える。答えを聞いた、このオルオーは、自分だけでなく、イーガンにもデアドラを与えると言い出し、二人の間に、デアドラを座らせて、馬車を走らせ、嫌いなものに挟まれているデオドラを嘲笑するという、行動に出る。この仕打ちにデアドラは、車から身を投げ出し、岩に頭を打ちつけて自殺する。デアドラの墓からは、一位の木が生え、 同じくの一種の墓から生えた一位と枝を絡ませ、引き離すことができなくなったという、ありがとうございます。